どうもー、デルです。今回は、ルームステイのヒーロー攻略ということで、今後、長く使えるヒーローについての解説をやっていこうかなと思います。えー、この長く使えるレジェンドヒーローについての解説は、えー、今回で第3回になりまして、前回と前々回で、第1世代と第2世代の、えー、ヒーローたちについて、 やっっていったわけけなんですけども、えー、今回は第3回ということで、えー、第3世代のヒーローについてやっていこうかなと思います、えー、第3世代も非常に優秀なヒーローが揃っていて今もエレナやジュリアバンバン使われてますよね、えー、またその他のヒーローたちについても、えー、今後どうなっていくのか いろいろと語っていこうと思ってますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。えー、そして今回も今回とて長く使えるかどうかの基準として、1年後に使えるかどうか。えー、ここを一つの基準としてやっていこうかなと思います。えー、では早速やっていこうと思うんですけども、 まずは第3世代の歩兵ヒーロー。エリーとロバートですね。まずはエリーからいこうと思うんですけど、まあ彼、正直今もあんまり使われてないんですよね。強いプレイヤーが歩兵2部隊にするときに採用されることがあるんですけども、 もう、最新ヒーロー来ちゃったんですよね。あの、歩兵2部隊にするんだったら、このボダラを使った方が強くて。で、歩兵3部隊という選択肢も、あるにはあると思うんですけど、やっぱり歩兵3部隊というのは、移動速度の関係で、あの、押し引きがかなり、あの、弱くなってしまうということで、あまりおすすめできなくて。なので、 野戦では正直厳しい。えー、またラリーについても、ステラと組ませる選択がないとは言わないんですけど、正直、ステラは他のヒーローと組んだ方が強い。というのがまあ正直な感想で。えー、おそらく、エディイコール、歩兵のラリー用ヒーローということで、一時的に、 あの試すことも兼ねて、えー、ステラと組み合わせて使う人が多くなると思うんですけど結局ちゃんとみんな強さが分かってくるとこのエディってまた使われなくなっちゃうんですよ。なのであの最終的には最終的な編成に入ってこない可能性が高いということで今からエディを育てるのはあまりおすすめできないのかなと思います。 えー、そして次に、ロバートについてなんですけども、ロバートもエディ同様に、えー、新ヒーローが実装されるまでは、歩兵2部隊編成の時に使われる可能性があったヒーローですね。ただ、やはりエディ同様に、このボダラが来ちゃったら、もう歩兵3部隊の時にしか使わないんですよ。 またラリーや中トンでも彼を活躍させることはできないので、一年後にはかなり使われている可能性が低い、あまりおすすめできないヒーローになるのかなと思います。なので、正直なところ、第三世代の歩兵ヒーローってパッとしないんですよね。ただ、これからお伝えする 騎兵と射撃については、ちゃんと強いヒーローいるので、えー、そこはご安心いただければと思います。えー、では次に、えー、第三世代の騎兵ヒーローということで、エレナとジョナさんですね、えー。彼らなんですけども、えー、まずは、まあ、エレナから行きましょうか。 で、エレナ、強いです。ちゃんと今、野戦で使われてますね。あの、彼女は何と言っても、高スペックが単体完結してるんですよ。火力、耐久力、移動速度、すべてがバランスよくて、騎兵ヒーローとなら、もう誰とでも組み合わせられる汎用性が彼女にはあるんですよ。 で、またその汎用性がゆえに、チェイシー・チュートンする際に、フェリックスやビクターが育っていない場合は、もうエレナと組ませることすらもあって、非常に使い勝手の良いヒーローがこのエレナです。じゃあこのエレナ、1年後に使われているかというと、騎兵2部隊では使われているが、 騎兵1部隊の場合は使われていないな私はこう考えてますえ。エレナって強いは強いんですけど良くも悪くも純粋な火力や移動速度に頼っているヒーローなんですよね。で、そしてじゃ火力だけもしくは移動速度だけを見たらそれ以上のヒーローって 他にいるんですよで。そのことを踏まえると、えー、今後どんどんインフレが進んでいってじゃあもっと火力が高くてかつ移動速度が高いヒーローが出てきたらエレナってお役5名になので1年後の騎兵1部隊では使われていない可能性が高くて。 あの、現在実装されている騎兵ヒーローで、じゃあ、一年後に野戦で通用するヒーロー。一人上げるんだったら、火力だけを考えるんだったら、ベラ。で、相手のデバフ効果を、デバフ効果を考えた、総合的な耐久面を考えるんだったら、チェイシー。この二人なんですよ。で、そしてそこから、 じゃあ新しく実装されたヒーローと組ませて、じゃあ一部隊作っていこうとか。そういうイメージになっていくんですよね。でそうなると、やはりエレナは一部隊目では採用されないのかなと思います。ただエレナ、優秀であることには変わりないので、騎兵二部隊だったら採用される可能性の方が全然高くて。 なので、最終的な野戦5部隊のうち、騎兵2部隊にする方は、今からでも彼女を育成するのがおすすめです。えー、ただ、1部隊であれば、エレナは今から育成しなくて良いのかなと思います。えー、では次に、ジョナサンですね。ジョナサン、もう今使われてません。 あの、私も待ってますし、あの今、ご覧いただいている方も、多く思ってると思います。彼の強化、まだですかちょっと本当にこれどうにかなりませんかね。あの、火力、耐久、移動速度、全部足りてないんですよ。なんで、ウェポンとかでもう、超大幅な強化が来ない限り、厳しい、まあ。というか無理なんですよ。なので、 あの、一年後に活躍している可能性は、現状ではもう非常に低いと思いますので、今から育成するのは非常にお勧めできないのかなと思います。えー、では最後に射撃ですね。第三世代の射撃ヒーロー、ジュリアとジェイコブですね。えー、まずはジュリアから、 やっていこうと思うんですけど、ジュリアは、チェイシーの実装前までは、もう圧倒的最強で、最もこのドゥームズ戦において、長く時代を築き上げたヒーローです。ただ、もうチェイシーの実装と、チェイシーのウェポン実装、もうこれで一気にきつくなったんですけど、ただこれ、 一つ大事なことがあって、別に、ジュリア自体が弱体化されたわけじゃないんですよ。あの、ただ、今までだと、誰も敵がいなかったのが、チェイシーという敵が出てき、敵が出てきてしまった。それが今のジュリアなんですよね。で、まず、野戦においては、そもそもそんなに、チェイシーと戦う機会がないですし、 戦ったとしても、集団戦なら、言うて数秒間なので、そこまで気にならなくて。あくまで、ラリーや中ュなどの長時間の戦闘で、ジュリアやチュンの沈黙効果が、えー、チェイシー、えっと、チェイシーに沈黙効果を与えるから、このチェイシーが、えー、化け物じみた、え、活躍をするのであって、 数秒で落としきるんだったら、そこまでチェイシーの強さって発揮されないんですよ。なので、野戦では、あの、全然気にしなくて良いのかなと思ってます。えー、じゃあそうなると、ジュリアの評価、どうなるかと言いますと、ちゃんと強いです。あの、今でも、あの、チェイシー以外のマッチアップを考えたら、一番強いのって、ジュリアなんですよ。 あの、やかんや行っても、スキルを封印できるって、本当にやばい効果なんで。で、そのおかげで、もう相手が、チェイシーラリーではなければ、カウンターラリーを打つときに、最も優秀なのって、ジュリアなんですよね。沈黙効果で、スキル封印できることに加えて、ジュリアって、スキル使用時に、レイジの獲得効果を持ってるので、 レイジ回転がもうめちゃめちゃ速くて敵単体に出せるダメージがもうズバ抜けて高いんですよで今でも射撃で一番強いヒーローってジュリアですし多少強い射撃ヒーローが実装されたとしてもこの最強の地位って揺るがなくて、えー、カウンターラリー以外でも 野戦でも全然使っていきますし、相手のラリーを落とすことに特化した中トンをするならば、ジュリアで中トンできちゃうんですよ。あの、先日の G1 で、ジュリア中トン、私使ったんですけど、あの、この G1 という、このゲームの世界一を決める戦いですら、ジュリア中トンって通用したので。で、また、相手が、 チェイシー・フェリックス・チュートンじゃなければジュリア・ラリーってぶっちゃけ打てるんですよ。あのもちろんえチェイシー・ビクター・チュートン相手にじゃあジュリア・ルイでラリー打ちましたとなればもちろんこっちの方が不利ではあると思うんですけどまだ戦える範囲なんですよね。あくまでこのチェイシーとフェリックスが組み合わさると。 あの沈黙効果に対する体性っていうのがえげ,つなるえげつなくなっちゃうだけなんでもうこのスペックがゆえに多少だったらもうご利用しちゃうのがこのジュリアなんですよじゃあそう考えるとやっぱりこのヒーローのスペックって圧倒的だと思いますしさすがにじゃあこのヒーローを大幅に上回るようなえスペックを持ったヒーローを実装しちゃうのは さすがにゲームバランスの問題で、あの、1年以内にというのは、えー、考えづらいと思いますので、じゃあそうなると、じゃあ1年後も、えー、射撃のメインヒーローとして多方面で、えー、活躍している可能性が非常に高いので、今からでもジュリアを育成するのは非常にお勧めできるのかなと思います。 えでは最後にジェイコブですね。えー、彼は現在もあまり使われていないヒーローなんですけど、彼は良くも悪くも非常に強いプレイヤーが格下のプレイヤーとマッチアップした時にこそ輝くヒーローなんですよね。あの彼は野戦ではもうさすがに使えませんし、 ラリーでも無理なんですけど、格下のプレイヤーからマルチラリーを受ける際、これに限って彼はめちゃめちゃに輝きます。彼って良くも悪くも射撃という兵科に依存しきってないんですよ。もちろん第二スキルは射撃の HP アップなんですけど、それ以外の効果って射撃じゃなくてもちゃんと適用されるんですよね。 で、そして、第2スキルの2つ目の効果と、第4スキル。えー、これらって、ダメージバフを上げていけるんで、インフレしたとしても、ちゃんと、そのインフレについていけるんですよ。えー、また、扇状とはいえど、範囲攻撃を持ってますので、マルチラリーを受けた時でも、ちゃんと、2本目、3本目の、 えー、ラリーが来た時でも対抗できるんですよ。それが彼の魅力です。えー、現在の中東構成で言えば、歩兵で言えば、リベン・ビクター。あとは、ライゴロー・リベン。えー、このあたりが挙げられると思うんですけど、で、あと、騎兵で言えば、えー、チェイシー・ビクターだったり、チェイシー・フェリックス。 まあこの辺りですね。ただ、そのいずれも、マルチラリーには、どうしても強く出れないんですよね。あの、もちろん、リベンの場合は、耐久、えっと、マルチラリーを受けたとしても、耐久面はあるんですけど、あの、損耗比で、だいぶきついことになっちゃうんで。で、そうなると、あの、損耗比までちゃんと意識していける、え、駐屯構成。 それって、ジェイコブ、ジェイコブを除くとないんですよ。ただ、えー、このさジェイコブであれば、先ほどのダメージバフに加えて、扇状の範囲攻撃。これらを持ってますので、ちゃんと2本目、3本目のラリーに対しても、ちゃんとダメージを与えていけて。で、基本的には、まあ、今使うんだったら、 え、チェイシーをリーダーにして、アシスタントでジェイコブ。で、これで、陛下は騎兵で、え、組んでいくのが、良いのかなと思います。まあ、ただ、その代わりに、一本目のラリーに対するダメージっていうのは、どうしても、アシスタントに、ビクターだったり、フェリックスだったりを採用した場合と比べて、かなりダメージが落ちちゃうので、あの、同格格上相手には、 このジェイコブを使っていくのはおすすめできません。あくまで格下からのマルチラリーを受けることに特化しているのがこのジェイコブです。なので彼の進化を発揮できる人ってもうごくごく一部なんですよね。あの一年後も彼はこの格下のプレイヤーからのマルチラリーを受けるという 極めて限られた場面で活躍してると思うんですけど、そもそもそれができる人って、もう全ユーザーの中でもう0.1%か。で、その人たちって全国覚醒してるんですよ。なので、彼は今から育てても活躍させるのが難しいと思いますので、えー、彼を今から育成するのはおすすめできないのかなと思います。 はい、えー。ということで、えー、今回の動画は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか、えー、第3世代は、やはり、ま、ジュリアとエレナの世代ですね。第、ま、2世代よりも、環境で使われているヒーローの数こそ少ないんですけども、もう、エレナとジュリアの功績があまりにデカすぎて、 あの歩兵が冷遇された代わりにえ、ちゃんと際立ったヒーローがいたのがこの世代なので、世代全体としてみたら全然悪くない世代なのかなと思います。えそして、じゃ次の第4世代なんですけど、この世代はもう歩兵、騎兵、射撃、ちゃんと全部強いです。歩兵に欲しかったアダップの相方。 そして、射撃の移動速度効果持ちの部隊。もう、ちゃんと、あとは、騎兵の、騎兵中トですね。もう、全員優秀なんですよね。え、第四世代の彼らを使いこなすことが、今後、非常に重要になると思いますので、ぜひ、次回の動画もご視聴いただけると、嬉しいなと思います。え、では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。